ンジャピロです。キングのカメレオン初見で弾いてみたやっていこうと思います。こちら、こんにちは、ピロです。今日はですね、キングヌーカメレオンやっていくんですけど、普段はですね、1ミリも聞いたことない状態で初見で弾いていくっていうのをね、やってくるんですけど、普段は1ミリも聞いたことない状態で初見で弾いていくっていうのをね、やってるんですけど、今回ね、このカメレオンって曲、僕ちょっと聞いたことがあっちゃって、まあ、弾くのは初見なんですけど、ペナルティを課そうと思いまして、このね、あからさまにね、このサイズがちょっと人間のものとは思えない、すっごい細いタイツがあるんで、これをちょっと目にくくりつけて、目隠しした状態でカメレオンを弾いていこうかなと思います。で、多分ね、これ、タイツなんですけど、すごいいい匂いしますね。これでこうして、こうね、プレイじゃないですよ、これ。これギター弾きますから、全然プレイじゃないんですけど、これをくくりつけた状態でギター弾いていこうと思います。ということで、キングヌーカメレオン早速準備していきましょう。始まりますね。いや、やっぱね、眩しい。目隠しして、このポジションがわかんない分、移動したりがね、ちょっとね、しづらくて、あんま攻めたことできなかったですね。最初ね、このね、C で始まって、C から始まってね、ダーラーラー、F、G で、G シャープディミニッシュで、Am on G で、F シャープ、D on F シャープ。
FG っていうね、結構これはね、キングヌーにしては結構珍しいかもしれないですね。結構王道っていうか分かりやすいコード進行でめっちゃ弾きやすかったですね。しかもキーが C だったんで、感想が結構ね、ジャジーな感じでちょっとね苦戦しましたけど、まあインプロ入れたりとかもねしつつ、まあ弾いてみました。いかがだったでしょうか。あのね、意外とね、目隠しも弾けますね。弾けてたような気がします。ただ移動がちょっと行き先が分かんなくて、どこですかって感じになっちゃうんで、まあそれ以外はあの結構良かったんじゃないかなと思います。ということで、キングヌーカメレオン弾いてみました。あのね、目隠ししてると思いのほか眩しい、外した時。ちょっとね、この目隠しシリーズね、今後もやれたらやろうかなっていうふうに思います。で、1ミリも聞いたことない曲、初見で弾いてみたシリーズの方もまたやっていこうと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。キングヌーカメレオン弾いてみました。あのね、めちゃくちゃかっこいい。なんかでも、ドラマのタイアップだけあって、めちゃくちゃ攻めた楽曲っていうよりかは、割と綺麗にまとめられてたんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、以上、ピロでした。では、お返しします。